ゃんねる。秋だね、秋。じゃあもう風が冷たいね。じゃあね、鈴鹿だ、秋だぜ。秋といえば鈴鹿じゃないですか。秋といえば鈴鹿ですね。はい、寝ることになりました。イエイ。何出てるの？何出てんのって話ですよ。嫌いやしな。え、何がですか？鈴鹿。え、鈴鹿嫌いなんですか？怖くない？おお。そう言うと思ってチームエンデュードにしました。そうじゃなくて、やっぱりさ、出るからにはさ、高いところ目指さないといけないんじゃないですか。やっぱりほら、私ってそんなに強ないし、年間ほど。いやいや、例えば、他力本願。いい言葉ですよね。他力本願っていう。すごい人があれだ。チームメイトで入ってくれる。いや、そう、もちろん。すごいやん。ここにゴリラもいるし。はっ。ということで、4人でエントリーしました。え、4人で何を走るの？男女混合を4時間エンデューロに出ます。え、そうなの？すごいゲスト。ゲストが。この間、表彰台を取り逃がした松井君と、店長選手権が DNF だったわ。うちの店長がダメなんだって。DNF。はい。ということで、このメンバーでチームエンドで走ります。もう、あれやろ？もう何？悔しいの塊やろ。あ、そうよ。もう、闘争心メラメラ。そうやな、そうやな。だと見えるもん。改めて。いつもカメラマンしてくれて松井です。この間シクロ選手権出ました。ありがとうございます。いろんな意味でありがとうございます。あ、そうだ。どうするそれ言うとくよ。5位以内入らなかったらあげるって言ってました。え、何で走るの？サブロ。さっきも来たやつ。あ、じゃあ絵も借りていい？そうそう。あ、借りていい。今だから私はホイールを借りパクしてるし、レイヤーは松井君から自転車を借りパクしてる状況です。いつもありがとうございます。からのうちの店長ですね。ビレーの店長です。最近登場してなかった。初期さ出てた頃に比べたらめっちゃシュッとしたと思いません？ああ、シュッとしたし、なんか今日の朝もなんかポンプアップポンプアップ。そうで、ここうちのエースがここにいるから、この間大台優勝したヒルクライマーでしょ。それで言ったら客室めっちゃ揃ってんねん。ヒルクライマーでしょ。何言ってパンチャー？何パンチャー？パンツのあかんねん、怒られんねん。パンチャーって何？知らない人のために言ってください。パンチャーって何ですか？短い登りとか、こう、クリテリウムとか、その加速が速い人間。で、何何？スプリンター。あ、スプリンターね。スプリンターって何？ゴール前強い人。ゴール前とか、はいはいはい。まあトップスピードが速い人みたいな。用意ドーンしたらやってくれる人ね。で、まあ凡人です。はい。凡人が揃ってるから。凡人をいかにして表彰台に立たせるかっていう使命がある。またプレッシャーだけ、君たちには。あ、そう。なんかあの作戦とか。作戦。まあ僕はね、20年以上自転車やってるんで、レース展開を生むのは得意なんで、最初の1走目をいい位置で、集団でキープして走った後に一番。鈴鹿のコースに合ってる客室の店長が順位をキープして2番目走ってもらってで移していくようにすると順位は守れるかなという。ちゃんと作戦立てた。一応じゃあ3、4に行ってもう一回戻したらいいってことね。まあだから今日はさ、4人で走るっていうご報告と、やっぱり表彰台に上がるためにそれだけじゃダメなんで、だから今日って実は鈴鹿の1週間前、え、2週間前の？え、2週間前？2週間前。結構直前ではあるんですけども、まあ、これから皆さん鈴鹿走ったりすることもあるでしょうし、そうね、そうね。ためにもですね、鈴鹿の直前対策みたいなことをやりたいと思います。はい。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございます。でですね、このチャンネルといえば、もうわからないことはプロに聞くのが一番手っ取り早いをモットーに私やってますんで、今日も呼びました。わざわざ福井県からですね、アポを取ってわざわざ呼んでまいりました。登場していただきましょう。中島さん。どうも。出たでーす。中島です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。見てこのスペシャル感。あありますね、スペシャルカー。あります。本当に。あります、あります。いや、嬉しい、めっちゃ嬉しい。でも、この声聞いてるだけでも、皆さんご存知だと思うんですけど、ツール・ド・フランスもほら、Jスポーツとかも。ああ、解説されてますからね。そうなんですね。そうなんですよ。そうなんです。いただきました。中島さんに。どうも。今日は、ローズレースのイロハを教えてもらおうと思いまして。はい。鈴鹿出るんですよ。そうなんです。鈴鹿走るんですね。そうなんです。鈴鹿。何回もあります。もう何回ぐらいですかね。20回とか30回とか。はい。走ってますね。もう安心ですね。安心安心。何が安心かわかんないですけど。そうですね。はい。まず教えてほしいのが、チームで走るのに、その戦略というか、組み立て方。コースによって違いますよね。あ、違いますね。鈴鹿だとかだったら、どういうふうに戦略を立てていったらいいのかなっていう。あ、そうですね。チームエンデューロっていうことで、一番大事なのは助け合いになります。助け合い。助け合い。うん、ちょっと無理しちゃうと、すごいスピードが速いレースなんですよ。いや、できるからじゃないですよ。チーム同士での助け合いですか？それともそのコースを一緒に走る人？そうですね、両方なんですけど、まずはチーム内のっていうところですね。平均時速がすごい40キロとか50キロに迫るような、すごい高速のレースになるんです。なので、ちょっとした疲れとか、ちょっとしたこうほころびで一気に順位が落ちてしまうんですよね。なので、もう疲れたら早めに交代する。で、その辺をちゃんとコミュニケーションを取って、もう早めにちゃんと伝えてるのが大事かもしれないですね。あ、でもね、いや、そこでちょっと言いたいのが、そのエンデューロじゃないですか。やっぱりピットに入る回数って減らした方が、そうね。とかそういうところとかも教えてほしいなって。そうなんです。実際は少ない方がいいんです。なので、さっきの人めちゃくちゃ人数多いんですよ。で、集団で走る感じなので、集団で走るのはちょっと苦手だなって思う人は、一番ぐらい走らない方がいいかもしれないです。ああ、そうなんですね。だから松井君が先頭に行くのがやっぱいいよね。そうやね。ああ、そうね。でも、集団でそれをいい順位で帰ってきてくれてたとしても、ピット入って、ピット交代して、その集団にもう一回乗ることできないんですけれども、それで順位を落とさないんですか？順位が落ちちゃうんです。なので、交代する前に、一回ペース上げて、この間、山下塾でアタックされてましたけど、アタックして、で、交代のピットに行って、極力、その、順位を補えるようにっていうのを考えなきゃいけないかもしれない。アタックしてピットに入ると。そうなんです。はい。もう、だから、出し切ってってこと？出し切って、もう、そうなんですよ。なるほど。疲れてて、なんかいつも帰ってくるイメージだったんですね。戦略としては2つあって、すぐ交代するために、ヘロヘロになる前に交代して、ピットの回数は多いんだけど、相対交代だけ見ると、そんなに順位は変わらない。もしくは、ヘロヘロになるけど、ピットってすごい順位が落ちちゃうんで、ピットストップを減らして、ギリギリまで粘って変わって、もう私はもう絶対走らないみたいな感じにするから、どっちかが今いいのかなっていうことね。私たちそのね、集団走行に慣れていなくて、集団走行の仕方みたいな、こういう時気をつけた方がいいよとか、あれば教えてほしいんですか？そうですね、最初ってこう分からない人とたくさん走るので、例えば駅を歩いてるような感じで、朝の通勤ラッシュってもうすごいごっちゃごちゃしてるじゃないですか。あれと一緒で、結構もうごちゃごちゃするんで、知らない人同士なんで、サインを結構出した方がいいと思います。もう交代してほしかったら交代するっていう。サインって出されたりします？サインってちなみに多分普通のサイクリングのサインと違うサインも出ますよね。そうなんです。物が落ちてるよとかそういうサインなんですよ。鈴鹿は物が落ちてないので。ないんですけど、そうなんですよ。もうたまりないんですけど、先頭を変わってほしいっていう。それ。抜いてほしい方から手を出す。抜いてほしい方から手を出す。前走ってる人がじゃあ抜いてっていうこと。そうなんですよ。でこう手を出すか、こうやって手でサインする人もいるんですけど、右から抜いてほしいんだったら先頭がすぐ行っちゃダメなんですよ。すぐ行くと後ろの人がこっち側にいた時に危ないんで、なのでちょっとこうサイン出した後にゆっくり踏んであげて、こう変わっていくみたいな。その時その一番先頭の人はスピード感が、例えばその時速40キロだったとしたら、サイン出すじゃないですか。それは落とすんですか？スピード気持ち落としていいです。最初40キロぐらいで走ってて、でサイン出した後に41ぐらいしか2ぐらいまでちょっと上げて2秒ぐらい踏んで、スーッと左側に、例えば右側で交代するんだったらこうスーッと寄せてあげるっていう感じですかね。で例えば右コーナーの手前とかでこう変わるんだったら、下がっていく方の人が遠回りするっていうのは何だか分かりますかね。コーナーで変わることもあるんですか？あ、そうなんです。鈴鹿ってたくさんコーナーがあるので、はい、コーナーの手前とかで交代するときにコーナーのインを先頭が行ってもらうために、左コーナーがあったらする場合は左側から向いてもらった方が効率が良かったり、はい、で後ろにそのついてる人はサイン出されたときにスピードを上げるんですか？あ、一致します。位置で上げない。あ、上げないんですね。そうなんです。自然にこう変わっていく形。そうですね。レースの場合は故意に上げることもあるんですけど、後ろの人がついてて楽なのはペースを上げないことの方が楽なんですよね。それが一番いいかなと。それは敵味方関係なく。敵味方関係なく。ただ、後ろの選手にダメージを与えたいっていう時は、この先頭の変わり際で5キロぐらいグーンとペース上げてあげると、後ろはもう一気に辛くなりますよね。ペース上げなきゃって。なるんで、はい、それを使い分けるっていうのは戦略上としてはあると思います。なるほどね。エンデューロで3人の先頭手段になっていて、はい、ここが先頭のパックですよ、はい、ってなった時に3人で最後に行きたい時は強調してペースを上げないんですけど、はい、この強調をみんなで仲良く行こうねって手伝えるのを裏切るタイミングが来た時はペースを上げてみたりすると、はい、後ろの選手がどれぐらいどんな足が残ってるかって分かったりするんで。はい、そうやってお話ししてるんですか？私たち3人で逃げてるねって、それでどうするみたいな会話とかってあるんですか？あります。あります。そんな会話してる。なんかあれですよ。3人で、よし、このままいけるぞ。3人で協力すればいけるぞみたいな。そういう話で結局最後誰か裏切るんですよ。誰が裏切るかっていう。それ俺もう裏切りの名手って言われてて。こういうもんなんですよ。元々は敵じゃないですか。敵がたまたま協力して、みんなその裏切るタイミングがラスト1周で来るのか、残り300で来るのかってちょっと難しいんですけど、この辺は結構その声を出したりとか、コミュニケーションを取るっていうのはすごく、どの展開でもレース会で大事かなと思います。この間、大田原で、どうしていいか分からないっていう、ありましたよね。なので、集団も基本的にコースの最短も行くので、集団は右に行ったり、左に行ったりするんですけど、その集団から先頭交代するときはあんまり大きくバーンと離れちゃうと、道路がこれぐらいあって集団が真ん中走っていて、レイヤーの先頭交代したときに例えば一番端まで行ってしまうと集団に戻るのがちょっと難しくなるんです。ああ、なるほどね。あ、なるほどね。ありましたね、そういうシーン。あったあった。なるほどね。なので理想は本当先頭で40キロで走っていたら落としても38ぐらいで、後ろの集団に飲み込んでもらうみたいな。これがスピード差が速いと、こう肩が後ろから当たったりとか、ハンドルが当たったりして、ちょっと怖いことってあると思うんですけど、速度差が近いと、そんなに怖くないんです。周りが避けて抜いていってくれるので。なので、そうすると自分もその集団の中のこの空気抵抗が少ないレーンすぐ戻れるので、また回復してすぐ39から40キロに戻して、ペースを戻して集団に戻ることができるので。一番最後尾まで下がるんですか？例えば10人ぐらいの集団であれば、一番最後尾まで下がってもいいと思います。ただ、鈴鹿サーキットってすごくコーナーが多かったり、上りが多かったり、集団走行苦手だなって方がいらっしゃるので、あまり下がりすぎない方が本当はいいんですね。どうしても怖い場合は、一番後ろまで下がってしまってもいいです。その方が安全なので。なんかね、そこ入るのはそこまで怖くないんですが、そのスピードで下りに入るのが死ぬほど怖くて、コーナリングで私が蛇行運転した形でぶつかられたら嫌だなで、もうシャッと逃げようってなるんですけど、もうそのスピードでもう怖いけど頑張って下ろうってしてる方がいいってことですか？そこまで怖いのであれば、一回下がった方がいいと思います。やっぱり周りの集団なので、例えば駅のコーナーで突然なんか通勤だしとか、こんな感じのことだよ、みんなビビるじゃないですか。あいつ何みたいな、あいつ絶対前にいない方がいいみたいな、なりますよね。なんかってなるんで、やっぱ集団の心理としても、こんなやつうまくて嫌ってなるんで、怒鳴られたりする。たまにその走ってるから日常生活を鍛えてみるとちょっとわかるのかな。なので結局下りは前の人についていく、練習をしてみたりとか、でもし近づいてもちょっと車輪を少しこう外せばこけることはないので、はい、なんかその辺のちょっと練習をまたしてみたいなとは思いますね。はい、ちょっと後ほど実装であるので、そこでちょっと教えてもらいます。はい、あとすみません、もう一個だけいいですか？はい、集団走行なんですけど。集団走行。前どれぐらい感覚的に何分ぐらい前引いてるものなんですか？あ、集団引く時間ですか？はいはい、もう5秒ぐらいでいいですよ。5秒ぐらいでいいの？あ、そうなんですか。無理していかなくていいですよ、そんな。いや、ただ、そのさっきの集団のものと一緒で、またつ、階段が、極力みんなで同じペースを刻む、そのために、その弾ける人は何分でも弾けばいいんですけど、その弾いたことで疲れてしまうぐらいであれば、ちゃんとその正当の交代のローテーションにはしっかり加わるんだけど、輪を乱さずに、みんなできれいに回ってるんだけど、弾く時間は短くても全然大丈夫です。でも1分とかでいいんですね。もう1分も引かなくていいですよ。そうなんですね。いや、結局私の半周ぐらいは引いてんのかな、1人で。あ、いやいやいや、そんなことない。そうなんです。レースの時は引いてもまあ20秒とか、それぐらい。そうなんですね。特に鈴鹿はペースが速いので空気抵抗がすごく、風をもうわーって風が出るんでめちゃくちゃいいです。なのでみんなで30秒ずつ交代しようとか。じゃあ一回やってみます。もし自分の後ろに何人かついてきてたら一回これやってみますね。ちょっとかっこいいから無視されたら言いますね。はい、当たり前悪いことしたらリベネのジャージ着てるからリベネのチームやばいやつって思われるから。かっこいい怒り方ってやって、こうハンドル持ってて、こうやって交代サインして、なんで変わってくんねえんだってなった時に、こういう感じで。それをやってますよね。やって。練習しても、こうやってやって、あ、みたいな言う感じなの。はい。さあ。勝負がかかってるタイミングとか、せっかく3人で協力したら最後までいけるのに、なんでお前は協力しないんだっていう。やるね。一番怒るときはこう胸を開いて、こう、うわーこう。大中小がね、軽くやるのと、ただ、まあ本当に集団の協調性っていうのはすごく大事なので、怖ければ下がってほしいですし、みんなが協調して協力してうまく走れるような環境を作ってほしいなと手段では思います。コースのなんか攻略ポイントがあれば教えてください。はい。まあスタート、フィニッシュラインですね。スタートラインを通過して、最初が緩い上りになっています。まあこの上りがですね、最初は楽なんですけど、徐々にきつくなってくるので、このストレートをいかに楽に走れるかっていうのが全体的な流れとしては。あんまり頑張らない。あ、そうなんです。できる限り人の後ろにいることが楽なのかなっていうところはあるんですけど、その後の試験員というところが、ネイヤーの得意な上りになっています。試験員でも細いでしょ。細いんです。それがね、逆にその試験員に入る直前の上りのところで、ネイヤー上りが得意なので、ちょっと集団をそこを頑張って、前の方に行く。と、コーナーを前で通過することができるので、人も空いてるところにもう前で出ちゃうってことね。そうなんです。10車線ぐらいある道路がいきなりまあ3車線ぐらいになりますよね。でそうすると入った順番で順番が変わっていくので、前で入れば入るほど後が楽になるんです。試験になると思う。はあ、なるほどね。その後ろについていても休めるじゃないですか。を少しこう先行投資で足を力を使って前に行ったことによって試験の先の下りと平坦が休めるんです。理由は前にいるから。そこで10秒頑張ったのがあとの1分ぐらい楽になるんですよね。なぜかっていうと10秒頑張ったことによっている順番が、例えば前から5番目になったと、でも前にもともといた30番目ぐらいの人ってコーナーを通過した段階ではすごくもう 100m ぐらい離れてるイメージになるんです。なのでその上りが得意な人は試験の前に出ることが大事かなと思いますね。で、スプーンカーブのところも一瞬こう谷になってるんですよね。下って上るっていう感じになってるんですけど、下るところでは先頭にいると上りがしんどくなっちゃうんです。下ってきて先頭で風すごく浴びるので先頭は失速するんです。でスプーンカーブの上の方と上っていくのは結構上りがきついので後ろから一気に来るんですよ、人が。なので、スプーンカーブの手前は10番手か20番手ぐらいにいた方がいいですね。そうなんや。先頭が勝手に失速してくるんで、それを抜く人の流れに一緒についていって、行くと一番楽です。これはあんまり教えたくないね。教えたくないよね。なんかさ、集団で走る方は苦手っていう方も結構いらっしゃるんで、その場合はもう同じようなペースの人、あ、この人前の人向いていくだろうなっていう人を見つけて、その人についていくと勝手にスプーンから前の方で通過できるので、それが結構楽かなと。なるほど、すごい。電圧強いから先頭めっちゃスピードが出るので、そこ頑張って引いた後に交代して誰も変わってくれなくて後ろから一気に食われると全然ついていけなくなっちゃうので、ここはちょっと注意が必要かなというところになります。最後にですね、レースも2週間後なんですけども、レースがこの日って決まったその日までの、その自分のなんていうのかトレーニングの組み立てるスケジュール感ってどういう感じで立ててたらいいですか？今2週間あるので、この1週間、残り2から1までの1週間は比較的距離も強度も入れていきながら、疲れもある程度ためながら頑張る感じになるかなと思います。ただ残り1週間切ってからは大事な大会の場合はあまり疲労感を残さないように、短くて強度のあるもの、週に1回だけどっかでロングライドを3時間とか4時間入れてもらうといいのかなって気がしますね。ちなみに食べ物は、炭水化物をちょっと、レースの3日前ぐらいから増やした方が。3日前ですね。カーボローディングですね。プチカーボローディングですね。いつもよりご飯をまあ半分、茶碗の半分多く食べるとかっていうのをやっていくと、結構当日結構体が動いたりするので、カーボローディング、プチカーボローディングでいいのでやってもらえると嬉しいなと思いますね。例えばその3ヶ月先がヒルクライムのレースなのか、3ヶ月先がエンデューロのレースなのかによっても、多分トレーニングメニューの組み立て方って違いますよね。そういう意味で言うと、どれぐらい前からそれに合わせていった方がいいかなっていう。ああ、そうですね。もともとのベースがある状態であれば、1ヶ月ぐらいあれば、そのベースっていうのはやっぱりしっかり距離を持ってるとか、FTP 値がある程度獲得できてるっていうベースの中で、ヒルクライムの場合は1時間長い登りを耐え切る力が必要ですよね。で、エンデューロとかロードレースっていうのは、ちょっとインターバルも結構必要なんですよ。もうスロット全開まで上げて回復するっていうのが必要なので、その辺のこう、練習の割合が変わってくるのかなっていう印象はありますね。やっぱ最低でもやっぱ1ヶ月ぐらいはそれに合わせた、トレーニングメニューを組んだ方がいい。本当にかけてるのであればですね。ただ何個もレースがあるのであれば、その中間を常にやっておく。田畑とかよく言ってますけど、田畑みたいな刺激の入る、15秒20秒全力でやるみたいなやつと、結構走りやすいのかなって印象があります。そう、ちなみにそのね、2週間あと3週間あるんですっていうのをやり取りさせてもらった時に、なんか宿題出してくださいって中島さんにお願いしたのに、田畑を週1回入れてくださいってやってましたか？やりました。やった？やってないなこれ。やってなかったやろ。私真面目にやってましたからね。鈴田は特に田畑やった方がいいですね。はい、集団で走るんで、本当に人のペース勝手なんでもう辛くなるんで田畑やった方がいいです。じゃあちょっと後編は、ちょっと実装編で、中島さんにいろいろテクニックね、教えていただきたいと思います。じゃあ次回は後編で、よろしくお願いします。チャンネル登録と高評価よろしくです。